れは。また扉か。ダメか。多分入り口近くの扉と同じように解除する装置があるんだろう。ええ、探してみましょう。それにしてもダドリーさんたちの方はどうなっているんでしょうか。あの二人なら滅多なことじゃ遅れを取ることはなさそうだけど、敵はグノーシスを使っている上にあんな危険な人形も呼び出せる。楽観はできないかもしれないな。ですよね、はあ、こんな時にエニグマで連絡が取り合えたらいいんですけど。通信機能が使えるのはクロスベルト財団の本拠地があるレマン自治州だけみたいだからな。でも確かに改めて考えるとものすごく便利な機能だったんだよな。フランのサポートも受けられたし。ちゃんとお役に立っていればいいんですけど、あの調子でちゃんとお仕事が務まっているか心配なんですよね。アルタイル市へ出発する前、キーヤと駅まで見送りに来た時か。あれくらいいいじゃないか。君を心配してのことだろうし。だからといって勤務時間中にサボってくるのはダメですよ。キーヤちゃんと一緒に列車に乗り込もうとするし。今回はキーヤも珍しくダダをこねてたからな。お姉ちゃん、ロイドさん、くれぐれも気をつけてくださいね。ま、気を抜くんじゃねえぞ。後ろ盾を失った逃亡者とはいえ、あの教団に関わっていた連中だ。ロイド、絶対に無事に戻ってきてね。キーヤ、いい子で待ってるから。大切な人たちがクロスベルで俺たちのことを待っている。何としても任務を達成して無事な顔を見せてやらないとな。はい。やあ！敵出現、光線チャンスだ。よし、悪いな、先に行かせてもらうよ。はあ？はあ？そこ！敵接近、迎撃を開始します。そこ！行きます。はい、目標を撃破します。俺の番だな。やってや、はい、俺の番だな。やっと。悪いな、先に行かせてもらうよ。はあ？速攻で蹴りをつける。ごすまない、みんな。はあ？やあ、この調子で行きましょう。全力で行かせてもらいます。この調子で行きましょう。速攻で蹴りをつける。やってや、いきます。やあ、任せてか。まだまだいける。はあ、
きなさい。えい。よし、エニグマ駆動。それ私の番ですね。行くぞ。エニグマ駆動。よし。えい。行きます。行くぞ。させるか。あたしの番ですね。やあ。行くぞ。はあ。よーし。行くぞ。はあ。私の番ですね。エニグマ起動。俺の番だな。エニグマ起動。はい。はあ。悪いな。先に行かせてもらうよ。全力で行かせてもらうぞ。行きます。では、はい。目標を撃破します。ガッガッ。よし、行こう。私の番ですね。はあ。この調子で行きましょう。まだまだいける。やあ。全力で行かせてもらうぞ。はあ。行くぞ。
ありがとう。俺の番だな。行くぞ。ステア。よーし。電磁ネット投射。俺の番だな。させるか。よし。そこ任せてくれ。行きます。よし。俺の番だな。やってや。えい。そこだ。よし。エニグマ任せてくれ。はあ。や。えい。任せてくれ。よし。そこ任せてくれ。させるか。あたしの番ですね。はあ。これで一安心ですね。よし。お疲れ様でした。それにしてもあのアーネストという男、本当に何が狙いなんでしょうか。どうやら元議長の方は無理やり付き合わされてるみたいですけど。わからない。ただヨアヒムと同じ力を手に入れようとしているのは確かみたいだ。教団事件の黒幕と同じ力。マフィアやベルガード門の部隊を意のままに操ったあれですか。なあ、それも危険だったけど、さらに立ちが悪い力がある。人の心や背景を見る力だ。こいつ、あたしたちの記憶を。まさか、そこから再現したのか。それって、いろいろとまずくありませんか。ああ、ある意味どんな風にも悪用できてしまう能力だろう。それどころか、我には全てが見えるのだ。キーヤ様の失踪のからくり、そして貴様の兄の死の真相も、クロスベルの地に課せられた避けられぬ運命も。ロイドさん。いや、何でもない。いずれにせよ、アーネストにヨアヒムと同じ末路を歩ませるわけにはいかない。絶対に生かして捕まえないとな。ロイドさん、その例の首謀者が死んだのは別にロイドさんのせいじゃ。それでも死なせずに捕まえることはできたんじゃないかと思ってさ。今更なのは百も承知だけど。うじうじしてるとランディにまたどやされるかな。先を急ごう。アリオスさんたちと合流しないと。ええ。
弱き虫から聞いた通りだ。この場所ならば私の目的も万事滞りなく助けられるだろう。いい加減にしないか。弱姫といい、貴様といい、気が触れたようなことを。貴様らの妄想に私を巻き込むんじゃない。あなたこそ人のことをとやかく言えるような立場かな。楽園でしたか。あんな場所を利用していた割には随分と偉そうな物言いですね。あれは教団の手先に騙されて連れて行かれただけで、あんな悪趣味な場所としていれば断じて首を突っ込んだりしたものか。おまけに妙な薬までもられて、私の方こそ完全な被害者だ。やれやれ、そのような釈明が世間に通用するとお思いですか。クロスベルタイムズが独占取材したらさぞ盛り上がってくれるでしょうな。そこまでだ。お前たちは。おやおや、君たちか。面倒な連中を撒いたと思ったら、とんだ雑魚が紛れ込んできたものだ。その巨大な祭壇、ここがロッチの採用か。アリオスさんたちはどうした。ああ、風の牽制と捜査一課のエース殿か。さすがに厄介だったので足止めさせてもらったよ。今頃魔導人形10体相手に翻弄されている頃だろう。あの化け物を10体も。おかげで死から受け継いだ駒を使い切ってしまったがね。だがこれであの連中も確実に始末できるだろう。私はゆっくりとこの聖なる場所で目的を果たさせてもらうとしよう。させるか。手を挙げて投降しなさい。やれやれ、状況が分かっていないようだな。それにしてもエリーの姿がなぜ見えないのかと思っていたが、なるほど、一時的に支援課を離れてマクダイル先生の手伝いをしているのか。まさかロイドさんの記憶を。さらに新市長と新議長による新たな体制法案作りへの協力。なるほど、そうすることでこれまで以上に支援課が動きやすい政治的な足場を作るつもりか。新市長の提案らしいが、なかなか興味深い試みじゃないか。だがエリーのような人材を警察ごときに埋もれさせておくのは愚かとしか言いようがないな。私が市長となった暁には特務支援課は解体させてもらおう。そして彼女は私の専属秘書として存分に才能を発揮してもらう。それがいい。そうしよう。ふざけるな。あんたのふざけた妄想にエリーを巻き込ませるものか。ロイドさん、すごい迫力。そもそも君のような小僧がエリーと釣り合うものか。彼女の目を覚まさせるためにも悪い目は摘み取らせてもらおう。これが。ああ、赤いグノーシスによるデモナイズだ。この聖なる場所ではいつもの覚醒もことさら心地よい。大いなる望みを叶える前のささやかなる供物。せいぜいあがいてもがいてのたうち回ってもらうぞ。そうはいくか。対象1名、
制圧を開始します。手強いぞ、気をつけろ。了解です。せい、出や。あたしの番ですね。そこ俺の番だな。それ任せてくれ。エニグマ駆動、行きます。行くぞ。エニグマ駆動、それ助かります。よし、エニグマ駆動任せてくれ。させるか。よし、エニグマ駆動任せてくれ。はあ、やっやっ、いきます。はあ、任せてくれ。はっやっ、あたしの番ですね。行きますよ。よし、行くぞ。えい、でや。よし、そこあたしの番ですね。よし、させる。いきます。はあ、はい、目標を撃破します。なんとかなりましたね。これは全然効いてない。おやおや、勝手な退場は困りますね。あなたが好き勝手していた自治州議会ではないのだから。アーネスト、貴様まだ利用価値はあるから軽く気絶させただけさ。それより人のことを心配している余裕はあるのかな。
これは教団のロッジは全て七葉脈の真上に作られている。その真上で覚醒することで D へと至る扉を開くことが可能になる。しから聞いた通りだな。あの時の岩姫と同じか。これぞ死の至った境地。これで全ての真実は我のものに。なぜだ、なぜ何も見えない。なぜだ、なぜ D が見えない。真なる神の息吹がどうして感じられないのだ。これでは話が違うではないか。しっかりしろ。ユア姫が真実を語っていたとは限らないだろう。黙れ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 。まあいい、まずは手始め、貴様らを煮えとしてくれるわ。その上でクロスベルへ帰還し、巫女とエリーを奪ってくれるわ。このなんて化け物。それではさらばだ。矮小なる己の身を嘆いて塵とガスがいい。そこだ。ダドリーさん、アリオさん、やれやれ、なんとか間に合ったか。ロイド、ノエル総長、よく持ちこたえてくれた。お二人の方こそよくご無事で。さすがに10体は手こずらせてもらったがな。話は後だ。まずはこいつを無力化する。尋常な相手ではない。我々の全力をぶつけるぞ。はい、イエスさん。さあ一気に行くぞ。歪めるまでもない。よし。そこ。参る。風よ、我が力となれ。俺の番だな。任せてくれ。よし、スタート。
さあ行くぞ。邪魔だ。任せるがいい。任せるがいい。任せてくれ。さあ行くぞ。はい、行くぞ。風幕光よ、さあ行くぞ。我が剣に集え。いいだろう。貴様らもう許さん。はい、エニグマ駆動。あっ、任せるがいい。エニグマ駆動。いいだろう、エニグマ駆動。任せてくれ。はあ、助かります。はい、エニグマ駆動。行くぞ。はあ、さあ行くぞ。行くぞ。さあ行くぞ。悪は滅びる、それが必然だ。クリ、気をつけてください。これは溶けてる。ヨアヒム死亡時の報告にあったやつか。いやだ、死にたくない、死にたくない。哀れな。ロイドさん。おい、何。アネスト、気をしっかり持て。自分を見失うな。あんたはあんただろ。ヨアヒムと違って、あんたは赤いグノーシスを大量に飲んだわけじゃない。だったら助かる。絶対に諦めるんじゃない。バニングス、お前。ロイドさん。どうしてここまでした私に。どうして貴様は。それとこれとは話が別だ。あんたは確かに罪を犯した。でもだからといってこんな場所で死んでいいほど罪深かったとは思えない。それにあんたが死んだら
エリンやマクダイル議長だってきっと悲しむだろう。だから絶対に自分を取り戻してくれ。エリン、マクダイル先生、すまない。どうして私は。エリン、ダメか。なんとかならないんでしょうか。こんなケースさすがに専門外だぞ。いや、どうやら専門家が間に合ってくれたようだ。何？天にいます我らが主よ、魔に惹かれし哀れな迷い路を御身の光で呼び戻さんこと。あんたは。すんません、時間がないんで、すぐに処置させてもらいますわ。君、ちょっとどいてもらえるか。はい。崩壊一歩手前やね。けど、なんとか踏みとどまってくれたか。これなら我が深淵にてきらめく青の刻印よ。光となって暗き正気を払い、迷い子の道を指し示せ。あの光は一体。戻った。なんとかなったか。どうですか。うん、気絶しとるだけや。数日は起きられへんけど、命に別状はないやろ。よかった。はあ、一安心ですね。それはともかく、あんたは一体何者なんだ。教会の神父のようだが、一体どうしてこんな場所に。あれ、アリオさん、俺のことをこちらの皆さんには話してへんのですか。間に合うかどうかわからないと言われたからな。立場が立場だろうし、念のため伏せさせてもらった。なるほど、助かりますわ。いやー、相変わらず気が利いてはるお人やな。君の方こそな。ありがとう、来てくれて本当に助かった。どうやら勝手に保険をかけられたようだな。七曜教会風聖省に所属する聖杯騎士殿と見受けるが。風聖章聖杯騎士、確かアーティファクトを回収するっていう。お見通しでしたか。はじめまして、七曜教会聖杯騎士団に所属するケビン・グラハム言います。アリオスさんの連絡を受けて参上させてもらいましたわ。どうかお見知りおきを。それではダドリーさん、二人のご相話よろしくお願いします。ああ、任せておけ。ケビン神父、礼を言わせてもらおう。まあ、本当なら事前にこちらに連絡してほしかったが。いや、そうしたいのは山々やったんですけど、何分うちらにとっては苦
クロスベルは鬼門でして。クロスベル教区の責任者、エラルダ大司教の意向か。そうか、前にマーブル先生が言ってた法術の専門家って。ああ、俺らのことやろね。ま、いろいろあって大司教さんにはえらい嫌われてしまっててな。クロスベルでの聖杯騎士団の活動については一切禁じられてしまってるんや。エラルダ大司教ですか。私も会ったことがありますけど、すごく厳格そうな人ですよね。厳格も厳格、あんな頑固な人見たことないわ。ま、俺らもいろいろやっとるから、彼みたいな真っ当な人から見たら我慢ならんのかもしれへんけど。いろいろって。ま、古代遺物に関わる事件は綺麗事だけでは済まないということだ。ケビン神父、とにかく今回は助けられた。改めて礼を言わせてくれ。アリオスさんには前にでかい借りがありますしな。褒めたら例の教団の件も含めて俺もついていきたいとこですけど。ま、大司教を刺激したくないですし、何か分かったら教えてください。ああ、ギルドを通じてそちらに連絡させてもらおう。ロイド、ノエル総長も今回は本当によくやってくれた。正直あんまりお役に立てませんでしたけど。いや、総長は本当に助けになってくれたよ。俺の方こそやっぱりまだまだ未熟ですね。本当なら逮捕まできちんと皆さんを引っ張らなくてはならなかったのに。うん。うねぼれるな。支援課による逮捕というのがあくまで建前であるというのはお前もわきまえていたはずだ。その上で自分が本当に役に立たなかったと思うのか。それは次回もいいが、客観的な自己評価と状況判断は上級捜査官に必須だ。研修とはいえ一課にいたからにはそのあたりはわきまえておくがいい。ダドリーさん、本当に素直じゃないですね。よくやったの一言くらい言ってやればいいものを。うるさい。とにかくバニングス、これで一課の研修も終了だ。今回の事件で学んだことと合わせて新たなスタートに生かすがいい。はい、ありがとうございます。それでは俺たちは一足先に行かせてもらおう。また協力するようなことがあればよろしく頼むぞ。ええ、こちらこそ。お疲れ様です。そんじゃ、お元気で。いやー、君らも幸運やね。所属は違ってもいい先輩に恵まれてるみたいやないか。ええ、本当にそう思います。そうですね、セルゲイ課長もそうですし。それで君らはどうするん？このまま列車でクロスベルに戻るつもりか？ええ、そうするつもりです。そうだ、ケビン神父、この後のご予定は？クロスベルまで一駅ですし、よかったら寄っていただいてお礼をさせてほしいんですけど。いやー、ありがたいけどこれから待ち合わせがあってな。本当なら例の教団についても詳しい話を聞きたいんやけど。 DG 教団ですか。やっぱり教会の方でも何か掴んでいるんですか。いやー、それが全く。俺らが教団と関わったのは4年くらい前の事件が最後やね。4年前。各国の軍やギルドが協力した一斉制圧、摘発作戦の後ですよね。ああ、あれから取りこぼされたロッジの一つを制圧したんや。ここだけの話、教団の中でも最悪と言えるようなロッジでな。正直人体実験がマシに思えるほどイカれた儀式をしてた連中やった。そうですか。本当に最低の連中だったんですね。ま、実はその時に
アリオスさんにえらい助けられてしまってな。でかい狩りを作ったままやったから、今回お手伝いできて助かったわ。そうだったんですか。でもおかげで犯人を生かしたまま捕まえることができました。ありがとうございます。本当に助かりました。いやいや、さっきのメガネの人も言ってたけど、なんとかなったのは君のおかげやで。俺のですか。ああ、あの兄さんがギリギリのところで持ったのは君の言葉があったからやろ。そうでなかったら俺が処置しても多分助けられへんかったはずや。そうでしょうか。ええ、きっとそうですよ。ロイドさんが必死に語りかけたから彼も自分を取り戻せたみたいだし。総長特務支援課やったっけ。また機会があったら詳しい話でも聞かせてや。これで教団の件も一通りケリがついたはずやけど、また何かあるかもしれへんしな。わかりました。それじゃあ俺たちはこの辺りで失礼します。お疲れ様でした。ああ、そちらこそお疲れさん。ロイド君か。なかなか見込みがありそうやな。エステルちゃんたちの力にもなってくれたみたいやし。せやけど今回ばかりはどうも分が悪いかもしれんな。ケビン、の遅かったやないか。で、なんやその紙袋は。そこの屋台で売ってたアルタイル名物の焼き栗、ホクホクしてて絶妙な甘さでいい仕事してる。だからって紙袋いっぱい買うことないやろ。まったく、そんな調子でこれから大丈夫か。やっぱり俺もついて。ダメ、ケビンの悪名は知られすぎている。エラルダ大司教に潜入がバレたら火炙りにされるかもしれない。いくらなんでもそこまではされへんやろ。いや、でも天霊賞の応援の件があったか。あの一件で風星賞への態度をますます硬化させたみたいやし。その点私一人なら目くらましにはもってこい。それはケビンにも分かっているでしょ。ああ、もう分かったわ。まったく総長もよりによってなんでこいつを。的確な人選。ケビンこそ私がいない間無茶はしないように、セサルさんとマーカスさんにあまり心配はかけないこと。へえへえ、分かったわ。しかしリース、ほんま気をつけるや。お前がこれから向かう場所は正直何が起きてもおかしくない。いざとなったら俺を呼ぶなり切り札に頼るんやで。それは心得てるけど、そんなに悪い状況？ああ、生族双方の意味合いでな。どうやら連中も密かに動き出しとるらしい。魔とクロスベル、その名の通りになるかもしれん。でも無事に任務が片付いてよかったです。正直足を引っ張ってしまうんじゃないかとヒヤヒヤしました心配性だな。
ソーニャ司令だって総長に見込みがあると思ったから推薦したんだろうし、とにかくこれからは改めてよろしくお願いするよ。はい、こちらこそ。あ、でもロイドさん、ちょっとよろしいでしょうか。ん？一応これからしばらくの間正式にお世話になるわけですし、軍服も着てないわけですから、その総長というのはちょっと。ああ、それもそうか。でもどうしよう、呼び捨てでも構わないかな。ええ、それでお願いします。それじゃあノエル、改めてよろしくお願いするよ。そうだ、そっちもよかったらもっとフランクに言ってくれ。同い年だし同僚なんだから気を使わないでほしいんだ。え、私がロイドさんのことを？無理無理、そんなの無理ですよ。あくまで警察官としては新米ですし、勉強させてもらう身分なんですから。いや、そんなに堅苦しく考えることないと思うけど、エリーとランディだって年の差関係なくタメ口だしさ。いや、そのなんというか性分みたいで、一度そう思い込んじゃうとなかなか変えられないというか。でもロイドさんがそうおっしゃるなら、なんとか努力してタメ口を。いや、別に無理はしなくていいから根っからの体育会気質なんだな父の影響かもしれませんね。厳しい人で、私も普段も小さい頃にしつけられましたから。へえ、お父さんの。あれ、君たちのお母さんには何度か会ったことがあるけど。父は10年ほど前に亡くなりました。クロスベル警備隊に所属していて、その任務中の事故で。そっか、悪いことを聞いちゃったな。ひょっとして君が警備隊に入ったの？どうでしょう、あまり自覚したことはないですけど。でも父と同じようにクロスベルという地を守りたかったのは確かかもしれません。その意味では所属は違ってもフランも同じなのかもしれませんね。そっか。ロイドさん、ごめん、なんでもない。でも君が来てくれてこちらは本当に助かったよ。人手が足りないってのもあるけど、この先何が起きるのか正直予想できないくらいだからさそう言ってもらえると光栄ですけど。でもマフィアがいなくなって市内の治安も改善されたんですよね。ヘイユエは残っていますけど目立った動きはないみたいですし。表面的にはね。ただ一つ言えるのは、ルバーチェという組織が一定の役割を果たしていたことだ。クロスベルの治安を守る意味でね。マフィアがクロスベルの治安を守っていた？まあ結果的にだけどね。クロスベルの置かれている特殊な状況を考えてみてくれ。自治権はあっても国家としては独立しておらず、二大国の干渉を常に受けている。犯罪を取り締まる法律は穴だらけだ。入国規制もほとんどない。本来ならヘイユエどころか他の犯罪組織やテロリストなんかが跋扈してもおかしくない場所なんだ。ああ、それじゃあ今まではルバーチェがそれを抑える役割を？認めたくはないけど、結果的に一定の秩序を裏社会にもたらしていたのは否定できない。それが何の前触れもなく教団という最悪に巻き込まれる形で消滅してしまった。パワーバランスの崩壊ですか？ああ、帝国派と共和国派の議員たちが失脚したのも同じことが言える。代弁者がいなくなったことで
逆に両国からの圧力が今まで以上に露骨になる可能性は高いだろう。だからこそ新市長は俺たちに期待してるんだと思う。なるほど、ようやく納得しました。エリーさんやランディ先輩、ティオちゃんが一時的に離れたのもそれが理由だったんですね。ああ、新たな局面を前に可能な限り各方面と連携してより高度な活動ができるようにする。俺も一家で研修させてもらっていろいろなことを叩き込まれたし、さらに人手が足りなかったから新たな戦力も要請したってわけさ。呼んでいただけて光栄です。でもそういえば、ん？どうしたんだ？もう一人の新メンバーって前に会った彼ですよね。正直意外だったんですけど、どういう経緯なんですか？ん？ああ、彼ね。いや、新しい人手を俺たちが探し始めた矢先にこちらを訪ねてきてさ、新市長からの推薦なんかも取り付けてきたから断るに断れなかったんだ。市長の推薦ですか？ああ、 IBC ビルの危機に力を貸した謝礼と引き換えに推薦状をもらったらしい。そもそも特務支援課が新規メンバーを探してるなんてどこで聞きつけたのやら。本人は面白そうだからとかしれっと言ってたけど。それって大丈夫なんですか？まあ悪いやつじゃないのは確かだよ。そりゃ経歴不詳だったり裏社会にやたらと詳しかったりホストなんかもやってるけど、なんだか言っててだんだん不安になってきたな。大丈夫ですよ。確かに皮肉屋で口は悪いけど悪い子じゃなさそうでしたし。そう言ってくれると助かるよ。正直君とは反りが合わないかと思ったからさ。確かに私もからかわれたりしましたけど、どちらかというとロイドさんをいじる方が彼には楽しいみたいですし。勘弁してほしいんだけど。普段は騒いでたとか言わない方がいいのかな。乗客の皆様にお伝えします。まもなくクロスベル自治州クロスベル市に到着いたします。リベール、レミフィリア各方面への定期飛行線をご利用のお客様はお乗り換えください。なお、大陸鉄道公社規約に基づき同列車はクロスベル駅にて30分ほど停車させていただきます。エルボニア方面に向かわれる方は入国申請書をご記入の上臨検官への提出をお願いいたします。一駅だけだからあっという間だったな。ええ、それでも数日留守にしているとなんだか懐かしい感じがしますね。そうだな。全員が揃うのはもうちょっとしてからか。キーヤ、寂しがってないといいけど。それに、私ベルのところに戻るわね。何かおじさまたちに協力できることがあるかもしれないから。ああ、俺も今のうちに補給と装備の確認をしてくるよ。また後でな。え、そのさっきの続きは全部解決した後にでも。なんでもない。それじゃあまた後でね。あれからお互い忙しくてあんまり進展してないけど、エリーが戻ってきたらなんとかしてあの時の続きを。いやいや、続きじゃないだろ。もっと真面目に考えないと。ロイドさん？
いや、その、なんでもないんだ。それにしても疲れたな。早く支援課のソファーで休みたいよ。ロイドさんの反応が怪しい。迎えに来てくれたのか。うん、今日帰ってくるって聞いたから。大丈夫？どこも怪我をしてない？ああ、平気だよ。ただいま、キーヤ。おかえり、ロイド。ノエルもお帰りなさい。ただいま、キーヤちゃん。の通り大丈夫っていうか、たった数日なのにそんな大げさにしなくても。お姉ちゃんは分かってません。時間なんて関係ないんだよね、えキーヤちゃん。そうそう、その通り。なんだか戻ってきたって実感がありますね。ロイド、お帰りなさい。エリー、もう戻ってきたのか。うん、つい昨日にね。おじい様の手伝いも終わったし、私も今日から復帰できるわ。そっか。ねえねえ、ロイドとエリー見つめ合ってどうしたの？いや、別に何でもないって。そう、久しぶりだったからつい懐かしいなっていうか。うん、なんかラブラブだな。ねえ、やっぱりこの二人ってそういう関係なの？私の見立てだと決定的な関係じゃないみたい。気になるならまだチャンスはあるかもよ。私はそんな。あ、ノエルさんもお疲れ様。危険なことはなかった？ロイド、たまに無茶なことをしてかすことがあるから。いえいえ、エリーさんこそお疲れ様です。確かマクダエル議長の付き合いで各国を回ってたんですよね。ええ、大した手伝いができたわけじゃないけど、でもいろいろと面白い情報を仕入れてくることができたわ。そっか、後で改めて聞かせてもらうよ。しかしこれでティオとランディが戻ってたら言うことないんだけどな。ま、今月中には二人とも戻ってくるだろう。それよりロイド、ちゃんとケリはつけてきたのか？はい、無事両名とも逮捕しました。ダドリーさんとアリオスさんが拘置所の方に護送しています。そうか、
ま、これで教団絡みの事件は一段落したと見ていいだろう。分かってると思うが、ぼちぼち頭を切り替えてもらうぞ。はい、そのつもりです。ノエルの方は改めてよろしく頼む。今日からでいいんだったな。はっ、ノエルシーカー、本日より特務支援課へ出向させていただきます。うえこれでお姉ちゃんもお仲間だ。そんなにかしこまらなくてもいい。ソーニャからも聞いてるだろうが、うちにはうちのペースがある。軍隊式の上位カタスはとりあえず捨ててもらうぞ。努力します。揃っているみたいだね。あ、ワジ。あ、ワジだ。お勤めご苦労様。その調子だとうまくいったみたいだね。ああ、ワジの情報があったからアルタイル氏の情報屋にもなんとか接触できたけど、一体どこであんな情報を仕入れてきたんだ。蛇の道は蛇ってね。他ならぬ君のためだ。役に立ったのなら嬉しいよ。あ、わわ。近いって。なんでにじり寄るんだよ。愚問だな。君の反応が面白いからに決まってるじゃないか。あのな、ワジ君、あなたね。やっぱり謎な子だな。なんか楽しそうだね。いいな、特務支援課。お姉ちゃんのキアちゃんもいるし、困ってるロイドさんも見られるし。いや、羨ましがられても困るから。やれやれ、じゃれるのはそのくらいにしとけ。ともかく、これが新生特務支援課のスターティングメンバーだ。リーダーとしてロイド・バニングス。はい。リーダー補佐エリー・マクダエル。はい。警備隊からの出向ノエル・シーカー。はい。臨時の準メンバーとしてワジ・ヘムスフィア。いや、本日18時30分をもって特務支援課の再始動を宣言する。前以上に楽しいお仕事が舞い込んでくるはずだから、楽しみにしておくといい。誰かが叫ぶ悲しみの声。